はい、ここではですね、ギター弾き語りの歌のピッチのトレーニングとしまして、ギターを使った方法を紹介したいと思います。どうやってやっていくかと言いますと、ギターのですね、どこでもいいので押さえた音、こういうのありますね。これをすぐに声に出すことによって、イメージした音をと喉ですね、これを直結させる効果があります。特に例えば例えばこういう歌があると、ピッチがすごく上がりますね。で、しっかりとタムリブのイメージがないと、ムーリブしゃくってしまう、音が下から上がるというのをしゃくるっていうんですが、そういう風になりやすいので、そうさせないトレーニングになります。一音一音音が聞こえたら、まずそれと同じ音ハミングで出します。その時のポイントは、ここの目と目の間、鼻の上ですね、ここに中央に集めることです。そしたらそのまんま、まあ、そのまま、まあと言ってください。まあ、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 この時のポイントですが、音が聞こえたら、この音をまず頭にイメージして、すぐにといくことですね。この時ハミングが下からしゃくらない、とかなしです。この音が聞こえている状態で、そして響きがここにあるまま、慣れてきたら最初のハミング、これを取っていいです。まあ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 、ここまで来たらですね、これからはちょっと自由度が広がっていくので、例えばギターでこれが来ると、バッ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 、ギターの音、パッ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 、ギターの音が聞こえたら次声、簡単なことがやってみますね。パーパッ、パーパッ、パーパッパッパッ、パーパッパッパッ、という風になります。で、どんどんこのトレーニングをしていくことで、歌える自分が音が聞こえると、そこでギターの主板のどこにあるかが分かるようになります。そして、ギターで弾けるフレーズは全部声で歌えるという風になるんですね。そうすると、タタ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 タ、このように、ギターでやることが全部歌えるようになってきます。そうすると、ちょっと一つ例でやりたいんですが、バックトラックですね、に合わせて歌えるようなギターが弾けるようになります。それにピッチのトレーニングにもすごく、効果的です。ちょっとですね、やってみますね。はい、それでは実際やってみましょう。ワン。
という、感じにできます。皆さんもぜひ歌いながら弾く、このことを、挑戦してみてください。それでは。